こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で月10万円稼ぐために必要なこと、それについてお話しします。まず、ショッピングカートを取りやすいアカウントを準備します。そして、儲かる商品を見つける。で、儲かる商品が見つかったら、その商品を補充して売り続けます。で、たまにですね、無在庫で稼げますかとか、こういうツールはどうでしょうという質問をいただくんですけど、それで稼いでる人もいるんでしょうね。いるとは思います。ただ、その無在庫で稼ぐ方法、あるいはツールを使って稼ぐ方法ですね。例えば10人に教えたら、おそらく1人も再現できないと思います。100人あればね、1人2人は、無在庫でも稼げるとか、ツールを使って稼げる人も出てきます。ただ、そんなね、ほとんどの人が成功しないやり方を教えてお金をいただくというのはね、詐欺になってしまいますんで、私はやらないです。10人の方に教えて、7人、8人ね、成功するというんで、初めてお金をいただいて教える意味があると。で、逆に、10人中7、8人、ね、どうしても2、3人は稼ぐ必要がないとかね、やる必要がなかったから何もやらないという方がいるんで、稼げないケースはあるんですけど、少なくとも稼ぎたくて、言ったことを実行していただいて、3ヶ月、半年やってるのに全然稼げないということはね、ない、そういう方法を教えてます。逆にそういうね、再現性の高い稼ぎ方がないんであれば、教えるのはやめて、難しい稼ぎ方で自分だけで稼ぐという方が、私の、主義には合ってますんで、今は Amazon 輸出を FBA を使って稼がせるんであれば、簡単に稼げると。本当に適当な商品をね、見つけて、適当な商品っていうのはね、適当に見つけるという意味も若干あるんですけど、適切な商品ですね。儲けるにふさわしい商品を見つけて販売すると。で、売れた商品をまた補充するというのを繰り返していれば、本当に、簡単に稼げます。で、その商品の探し方を教えてます。で、商品の探し方を教えるならね、私にとっては簡単なことなんで、それを、商品探しを教えてお金をいただいてます。ところが、Amazon で無在庫でね、今時稼ごうとすると、かなりの作業量が必要ですし、結構なトラブルもあります。そのね、かなりの作業量をやるモチベーションを維持するとかね、そのトラブルが起こっても折れない心を、ね、身につけるとか、それを教えるっていうのはね、正直、100人中、やっぱ数名、成功率数%以上の、成功率はないなと思います。もう Amazon 輸出イコール FBA で稼ぐと。で、無在庫で稼ぎたいんであれば eBay の方がいいと。でも eBay で売って無在庫でね、稼げる商品を探すよりは FBA で Amazon で儲けた方が簡単だと。一番簡単なのが結局のところ、日本の商品を Amazon の FBA で売るのが一番簡単というのがね、結論になって、Amazon の FBA で稼ぎましょうという話を、させていただいてます。何度か動画を見てる方、メルマガを撮ってる方なら、FBA じゃ稼げないとかね、ツールなんか意味がないというのは、読まれてる方多いんですけど、たまたまね、その無在庫稼げないとか、ツールは役に立たないという動画を、見てないうちにですね、メルマガ登録した手で問い合わせをいただいたんで、そういえば最近ね、無在庫は稼げない、ツールは意味がないという動画を作ってなかったんで、また久しぶりに撮ってみようかなと思って撮らせていただきました。転売アカデミーで初心者でも稼げるわけ。それは一番稼ぎやすい方法である Amazon 輸出で FBA を使った方法を教えている方です。さらに簡単なパソコン操作とかですね、普通の塾だと、そんなこと自分で調べてくださいと言われるようなことも間違えた回答にたどり着かないように、ね、効率よくストレスなく稼いでいただくように教えてます。そんなわけで、転売アカデミーの個別サポートを使っていただければ、Amazon 輸出で月10万円稼ぐスキルが3ヶ月、遅くとも半年以内に身につきます。費用の方は、半年間のサポート代、それから入会金を含めて、55万円です。まずはですね、Amazon 室の、無料セミナーご覧いただいて、本当に稼げるような内容なのか、どんなことを教えているのか、その辺のことをですね、チェックしていただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。